い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次のストーリー進めていくか。シロナとメイってキャラクターがもらえたんかと思ったらあれなんやね、そういうストーリー名なんやねえ、てかさ、最初の街角での出会いってやつ、初回報酬ゲットってなってるけど、次の街のトレーナー VS 街のトレーナー、あれのクリア報酬ゲットになってなくない？ゲットできたん？あれちょっとよくわからんけど、とりあえずシロナとメイ進めていくか。こんな奴らに負けるなんて、チキショー覚えてやがれ。負け犬の遠吠えというやつ。ありがとう。助かりました皆さん。シロナさんとおしゃべりしてたらいきなり絡まれちゃって。そういうことか。何事もなくてよかったよ。あいな、彼女はメイ、一種地方の有名トレーナーだ。有名トレーナー。はじめましてアイナさん、メイです、よろしく。そのズボンは一体どういう感じになってるの？なんかすごい形で止まっとるけど。俺たちはちょっと話があってメイを探していたんだが、驚いたよ。まさか信用地方のチャンピオンであるあなたまでパッションに来ていたなんて。あ、シロナって人がそういうこと？信用地方ってどこやったっけ？あら、私のことを知っているの？光栄ね。ありがとう。改めてシロナです。よろしくね。ありがとう。君たちさっきは助けてくれてありがとう。え、助ける必要なかったんじゃない？チャンピオンなら。戦えるやろ。特にアイナ、さっきの戦い見事だったわ。秘められた才能を感じる。マジで？こういう子がいるなら、これからの WPM の戦いが、がぜん楽しみになってくるわね。チャンピオンも挑むのか。じゃあなんかその信用地方とか、それぞれの地方のチャンピオン、よりさらに上の、ってこと？それじゃ、バイバイ。いずれまた会えた時には、一緒にポケモン勝負しましょう。はい。シロノさんもお元気で。あ、ここは別れるんやね。なるほど。言ってしまったか。やったね。すごいじゃないアイナ、あのシロノさんに褒められるなんて。よくやった。ああ、立派な戦いだったぞ。ありがとう。それで話なんだがな、メイ。俺たちはこのアイナと一緒に WPM に参加するためのチームの仲間を集めてるんだ。なるほど。はは、なるほど。それで私に声をかけてくれたんですね。それではとにもかくにも、まずはポケモン勝負しましょう。お願いします。それでアイナさんのこと、もっと私に教えてください。あの、ピーンって音さ、あの、逆転裁判っぽくない？めっちゃ思ってんけど。獲得コイン、違う、獲得報酬、違う、初回報酬。VS メイ。あ、この後戦うってこと。うん、うん。ん？これはもう今もらったってこと？ね、ほら、やっぱり VS 町のトレーナークリア報酬もらってないやん。もらっとん、あれ。なんか、どんどん進んでいくけど。あ、一応なんか、これ第一章のボスがメイってこと？なるほど、そういうことね。うんうん。なんかおすすめのタイプ、風と、水と、電気？勝負！お願いします！メイが勝負を仕掛けてきた。謎の空間に放り出されてんやけど、なんか。あ、街中に戻った。バディーズ技が解放されました。バディーズ技は相手に大ダメージを与える強力な攻撃技です。技を使うことでバディーズ技のカウントが減るぞ。バディーズ技のカウント？真ん中の？あ、この7って書いてるやつ。何？あ、なるほど。そういう風にやっていけばいいってことか。じゃ、ここにとりあえず電気ショック。誰やっけあれ、ややこま？電気ショックもっとできるよ。ゴーゴー。あ。これ向こうのターンとか、急所。カウントは全員共通、どのバディーズの技でも減っていく。うんうん。ちょっと待って、次。え、なに？これがバディーズ技ってこと？バディーズブラスレイ。必殺技みたいな感じ。超かっこいいやん。岩落とし。え、待って、あの子死んでなくない？どこがダメだったか、アドバイスしてもらえるかしら。え、ちょっと待って、水？違う、岩落とし。ここ弱点やんね。あ、違う、弱点じゃない、こっちが弱点か。いけいけ、電気ショック。待って、誰か瀕死状態？岩落く瀕死状態じゃない、ちょっと。あ、で、ここ弱点のやつ持ってないんや。あ、どのバリーズで使うか選ぼう。どうしよう。スタージャーやる相手。とりあえず、あ、岩枠で行った方が良かったかな。
草タイプ。走り出す情熱の雷。何それかっこいい。草タイプに雷って微妙じゃね。まあ、でもバディと技とかいう強力な技やけんいけたか。ゴリ押しか。メイとの勝負に勝った。やったー。これさ、トレーナーの服とかも変えれるんかな。もっと可愛くしたくない。やったー、レベルアップ。より硬さが増したみたい。やった。より硬さが増した。おなじみのレベルアップの時の音やね。おお、これでゲット。いいねいいね。ここのクリア報酬はちゃんとゲットできたの？条件があるとか？ほら、やっぱりゲットにならんねえけど、どういうことやねん。共鳴する心。え、ボスの後にもストーリーがあるんですね。これは2章突入なの？あ、初回報酬。あ、これでトレーナーがもらえるってこと？メイちゃん仲間になる？そういうことじゃない？さすがです。アイナさん、予想以上に実力でした。お願いします。こっちからお願いします。私を皆さんのチームに入れてください。よろしく。わー、やったー。すっごいワクワクしてきました。目いっぱい頑張っちゃいますね。メイと目いっぱい。あの、そうだ、皆さんに紹介したい人がいるんです。芭蕉で知り合ったジュンさんって言うんですけど。誰？ほう、いいんじゃないか。賑やかな方がきっと楽しいしな。その人とは戦わなくていいの？ね。その人はどこにいるの？はい。前に会った時はしばらく浜辺にいるって言ってました。うん。私浜辺で案内します。行きましょう、エイナさん。お、クリア。何それ。ちょっとびっくりなんやけど。あ、これでトレーナーゲットってことか。私、メイって言います。よろしくお願いします。あれ、なんかたけしとかすみは星2とかじゃなかった？3やっけ。2とか3とかじゃなかった？なんか一気にほら星5なんやけど。あ、じゃあガシャとかでもしかして、ここに星があるってことはよ、ガチャでトレーナーがゲットできるってこと？そのトレーナーとそのバディーズ、そういう感じ。ストーリー上でゲットできるやつとガチャでのそういうのがおるってことかな。え、でもめっちゃ数少ないんじゃない、キャラクターって。何その、猫耳みたいな髪型かわいい。ナイストゥーミーチュー。私はひなぎく。ここパショーでバリーズの研究をしているポケモン博士よ。あ、これはアプリ専用の博士ってこと？あなたアユナでしょ。たけしとかすみから帽子をかぶった機体のトレーナーとチームを組んだって聞いたのよ。帽子かぶっとる人なんかいっぱいあると思うけどね。パショーのチームバトラーはもう慣れたかしら。まだまだ試行錯誤中。Don't worry. 強くなりたいって気持ちが大事よ。それにバディーズの力には未知の可能性がたくさんあるの。 OK. エキサイティングな研究結果が出たらあなたにも教えてあげるわね。うん。もうこんな時間、急いで買い物して研究所に戻らないと。冒険に役立ちそうな道具もたくさん揃っていたわよ。一度覗いてみたらどうかしら。余計なお世話だったかしらね。そろそろ行かなきゃ。じゃあまたね。 Good luck. 現実でもさ、なんか猫耳ヘアーみたいなのあるよね。難しそうやけど、めっちゃ。誰？ショップの人？何？話聞いてたの？怖いんだけど。ん？後ろにいるのはバッドガールでは。新装開店、いらっしゃいませ。どんどん寄っていってくださいね。かわいいショップのお姉さん。ショップでは新しい仲間を増やしたり、道具を交換して、いろいろな商品を手に入れることができます。バディーズサーチから新しい仲間を探してみましょう。あ、ここで、そのストーリーに関係ないバディーズ。え、この子あれやないん、誰やった？あかね？あかねじゃない？バディーズサーチ。なにこれ？これをセットするの？うわー、なんかめっちゃ変形する。なに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 、うちがジムリーダーのアカネちゃん。ほら、アカネ。かわいいうちにメロメロやろ。かわいい。アカネ&ミルタンク。星4や。なにこれ、今引いたの？引いたの今。ガチャ引いたってこと？何使って、あ、そっか。ダイヤを使って引くのかな。ダイヤ何個？バディーズサーチリザルト。アカネ。多分これはさ、全員もらえるやつなんじゃない？違うかな。
そのなんか初回ガチャでのみたいな。新しい仲間ができました。バディーズを増やしてあなただけのドリームチームを編成しましょう。何これ、おまけ付き。おまけの強化マニュアルはプレゼントボックスから獲得できます。バディーズ技のレベルアップ。同じバディーズを入手するとバディーズ技のレベルが上がります。バディーズ技のレベルが5になると、それ以降に手に入れた同じバディーズは同じ星の数の伸びしろに変わります。ちょっと意味がわからないちょっと意味がわからないけど、何今度は。ここではチームの編成ができるんです。早速やってみましょう。お店の人たちみんな可愛いな。手に入れたバディーズを編成してみましょう。チーム編成。まずは入れ替えたい枠を選択しましょう。かすみ。次は入れ替えるバディーズを選択します。ここにアカネが入ると。一緒に行こうやないか。選択したバディーズが編成されました。素敵ですね。はい、バッチリ編成ができましたね。新しいバディーズが仲間になったら編成を工夫してみてくださいね。お疲れ様でした。それではまたのご利用をお待ちしております。アカネって金銀の時やったっけ。何、ゲーム本編データダウンロードするため再起動。おー、 OKOK な、汚いな。ポケモン勝負の準備はしてきたか。よし、何、負けないという固い意志があれば十分だ。今日も頑張ろう。ほい、ということで、なんだい、あ、ログインボーナスが入った今。次回はこちら、え、これさ、一回ガチャ引くのにどれぐらいダイヤ使うの。なんか200ずつもらえるけど怖。リリース記念やけんかな。え、リリース記念とログインボーナスが別で、ってことは300もらえたってこと今ので。で、ストーリー上でも結構もらってやん。へえ、めっちゃやね。どんだけかかるんやろダイヤ。はい、ということで、え、ちょっと待って、あれやん、いらっしゃいませ。なんかね、あのチーム編成の途中で私、あ、そうそう、これに入れ替えよう。チーム編成の途中でね、なんかデータのダウンロードに入ってしまったけん、これで行くわ私。あ、女の子ばっかりや。ありがとうございます。とりあえずなんか増えたというか、増えた子たちを組み込んでいった。よし、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これさ、なんかそのチーム編成でいろいろとキャラクター変えていけるけど、ストーリー上登場するのはたけしとかすみになるのかな。多分ガチャでゲットした子たち、ストーリー上で喋ったりとかせんような気がするよね。